そうだよ、さあ、オムライス、肉付き。ミートローフみたいなやつね。うん、はい、ドラゴン桜第9話、終わりましたね。いや、もうあと1回で終わってしまうなんて、なんて悲しい。第9回なんか感動的でしたね。なんなんでしょうね、あの受験のやつって感動しちゃうよ。そんな感動ものに突っ込んでいきましょう。まあ、英語表現に関してはメインチャンネルの方でいろいろと喋っております。まあでもなんだかんだでやっぱ受験で受かりたい、頑張ったみたいになるとね。まあもちろん東大はそんな簡単じゃないですからね。東大に5人受かる、いや、7人全員受からせるみたいな感じで、受かる前提で全て物語が進んでて、はっはっは、もうこの学園の買収は決定よみたいになってるけど、普通に考えて受かると信じて買収計画を進めてる人たちの気が知れない。あの弁護士も IT 企業の社長も本気で思ってるの？ね、東大甘く見られたもんだなと思いましたけど。で、ドラマの中でね、共通テスト、第二認定がありましたね。まあ、今回は第二認定ありませんので、共通テスト。で、共通テストプレイやってましたね、プレイのやつが。それがね、山川予備校って名前だった。まあ、河合塾のものを元にしてるだろうから、川ってやっぱ入れといた方がいいと思うんですけど、まあ、本物のね、名前は出すと。宣伝になっちゃうからってことで山川予備校になってましたね。で、共通テストの心構え5箇条ね。うん。その1、終わった教科のことは考えればよくありますね。これ本当に言うことなんですけど、できないんだよね、みんなね。引っ張っちゃうんだよね、本当に。まあ、よくは、わかるんですけど、本当そう。2、難しい問題にとらわれるのは、はい、これもそうですね。難しかったやつのことをね、考えちゃう。難しい問題で、ああ、どれだ、つって悩んじゃって。そこに時間使っちゃうとかっていう人、本当多い。1日目の試験後は1人で帰れ。まあ、複数のね、人で帰っちゃうと本当に始まっちゃうかね、何できたできなかったみたいなさ、振り返り始まっちゃう。そうだからね、1日目の答え合わせする人すごい多いんですけど、まあ、しない方がいいってよく言われますよね。まあ、自分自身しなかったんですけど、答え合わせ。で、次の日、みんなしてたね。周りの友達。もうしてたんかいみたいな。その4、答えを問題用紙に書いておけ。当たり前でしょ。何を今さら。一生懸命メモったりしてましたけど、いやいやいや、やってたでしょ、普段。共通テストの申し受けてるとき、自己採点してたじゃん、今まで。その4は何の新しいこともないじゃない。すでにやってたことじゃないですか。その後、自分さえ受かればいいと思って挑め。まあ、これも大事ですよ。いつも予備校で言いますけど、一緒に受かろうとかっていうのは最悪な言葉だって言いますから。自分の戦いです。はい。一緒に戦うものじゃないから。同じ大学学部を受ける時点でライバルですからね。かといって他の受験生を邪魔しちゃダメですよ。昔の入試の本とかさ、他の受験生の邪魔の仕方とか書いてありますけど、ダメです。そういうのは良くないですよ。指摘されて退場させられちゃうかもしれないし、迷惑行為は助長しません。あとすごい気になったのは、共通テスト1時までっていう、こういう表現使うの。まあ、昔は共通1時って名前でしたけど、共通テスト1次って何、架空の試験なのかなって。いや、そんなことないな。共通テストって言ってたしな。で、でもその後、東大2次になってたんで、じゃあ東大1次でよくねと思うんですけど、まあ、とか、まあ、1次ってつけないで、共通テストだけでよくねって思いましたけど。なんかあんまり、共通テスト1次までって見たことがない気がするんですか。まあ、ドラマ見てる人に分かりやすくしたのかもしれないですね。1次試験ですよっていう。なんか共通テストのやつなのに、小杉さんが、リスニングはメモを取らない。リスニングメモを取る。それ東大英語のアドバイスだったでしょって思ったけど、計算とか関わってくるやつは絶対メモ取っといてくださいね。あ、これ東大でも同じですけど、数字の処理はメモが必要ですよ。うん、ツッコミはこれぐらいにして、まあ、本編の話ですね。いや、泣ける箇所が何個もあったよね。もう本当にみんなで頑張ろうやるぞってなった時とか、勉強するのが楽しいとか、なんか感動しちゃう。ああいうの聞くとみんなと一緒に東大に行きたいとかも、なんか感動しちゃうよね。まあ、わかんないですよ。やっぱ、ケンタの言動とかちょっと障害者差別だって言われて、何年かしたら放送禁止になっちゃうんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど、うん、生きづらい世の中ですから。いや、でも感動しましたよ。残してほしいなって思いましたけど、このドラマは。ね、そう、偏見的な描き方だみたいになりそうで怖いなってちょっと思ったんですけど、いや、でも感動しました。まあ、入試問題で出たことあるんですよ。障害者の人たちが、障害者がドラマとか映画とかで、描かれるのを見て、はぁってなるっていうのはね。まあ、なんか、うん、海外のドラマとか映画見てて、日本が描かれて、はぁそんなんじゃねえよって思う感じです。昨日もちょっと韓国のドラマで日本が出てきて、おーいみたいな。全然違うわみたいな思ったんですけど。まあ、
それはいいとして、すごい感動のシーンがいっぱい、いい点数取れなくてね、また藤井が悔しがる。まあまず、いや本番弱すぎだろっていうのもあるんだけど、負けてんのかよ他の人たちにっていうのはあったけど、で分散にするっていうのもね、みたいな、分散共通テスト後に分点すんだと、まあそれでも感動しちゃいましたけどね。あの BGM がねずるいよね、やっぱり泣ける BGM だもんね。で緊迫したところからすごい緊迫した BGM でね、すごいわーってなる。でまあ今回ね、その学園の売却に関していよいよ対立みたいなね、まあ多分多くの人はまあ裏切りっていうのは多分ね予想してたと思うんですよ。あんまりネタバレとか好きじゃないので言わないんですけど、あれはもうだって完全に描かれてるじゃないですか、要所要所で。あの桜木先生の表情にもちゃんと先のことが描かれてますから、疑って見てましたね、いろんなシーンで。だ今回も次回につながる絶対表情をしてますね。普通だったら驚きの表情をするはずなのに驚きの表情をしてないシーンとか出てる。ああはいはいはい、もうこれが最終話への伏線になってるんだなっていうふうにわかるんですけど、結構ね、あの桜木先生の表情でいろんなことがわかるようにドラマはなってる。あでもめちゃめちゃ泣ける、泣いちゃうシーンが多かった。あとは何、水野がありがとうございましたって言ったですね、本当にありがとうございましたって言ったやつとか、あんなね泣いちゃいますよ。まあ、桜木先生のキャラ上なんかうまく返すとかなかったですけど、そしてね現理事長もいい人、本当に、まあ、最初にその裏切りを分からせないためにおそらく悪ですごい描いたんだと思う。だから善と悪をはっきりとこうまず描いて、実は逆なんだよみたいにねするのとか、まあ、うまくドラマとしてやってると思うんですね。いやでもねやっぱね受験はね泣いちゃうんですよ、ああいうドラマ感激しちゃうんですよ。またこれからね、何月だっけ、来年だっけ、まあ、受験のドラマ出てくるんですけど、中学受験のドラマが、うん、登場するんで、中学受験の動画をいろいろ出してる。だけど伸びないね、中学受験に関してはやっぱあんま興味ないんでしょうね、視聴者の皆さん。まあ今回は、うん、何箇所も泣けてしまうっていう本当に回でした。皆さんどうでしたか。多分だから最終回もすごい泣くんだろうと思いましたけど、まあ受験でやっぱ勝っても負けてももうね、泣ける青春って言っていいのか分かんないけど、勉強だって青春じゃないですか。一生懸命、全然勉強なんかやんなかった、興味がなかった人たちが一生懸命やるってやっぱりいいもんですね。はい、皆さんどう思われましたか、コメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.